今年で19回目を数えるジャパンカップサイクルロードレース。その前日には自転車愛好者でも参加できるフリーランや個人の順位を競うオープンレースが行われました。今年はオープンレース女子の部で大会8連覇など合計10回の優勝を果たした沖美穂さんが2008年に引退してから2年ぶりにこの会場に戻ってきました。このジャパンカップは10回も優勝しているんですよね。そうですね、トータルすると、はい、この10回も優勝したこのロードレース、こう一番印象に残っているっていうのはどんなことですか？そうですね、10回優勝したっていうことよりも1回6位だった時の印象の方がすごく私は深く残ってます、はいはい、それはどんな感じで？やっぱりすごくヨーロッパで活動してだいぶ慣れた時にすごく、いろんなことが重なったり、やっぱり調子に乗ってたことがあったりして、やっぱり甘く見てた時もあったので、日本のレースのことその時にやっぱり負けて、はい、そうじゃないっていうのをやっぱり教えてくれたジャパンカップレースでしたね。沖さんにとってこのジャパンカップってどういったものですか？やっぱりすごくいいモチベーションも上げさせてくれるし、悔しい思いもさせてもらえるところだから、本当に私は思い出深い大好きな場所です。沖美穂さんはシドニー、アテネ、北京と3大会連続でオリンピックに出場、また日本人女子として初めてヨーロッパのプロチームと契約を果たした日本女子ロードレース界のパイオニアです。海外に行かれたっていうのは何でですか？2000年のシドニーオリンピック出た時に何も知らないで一生懸命トレーニングして出たんですけれども、はい、うん、走ってる最中にやっぱり顔も何前もどういう走りをしたかいいか分からないっていうのが、はい、走ってる最中に分かって、はい、最中にもう絶対ヨーロッパに行かないと私はもう意味がないと思って、すぐ行ける準備して行きました。一緒に走ってる選手のことを知らないとっていう意味で？そうです、そうです。何もこの人は上りに強いとかスプリンターとか全く知らない、ただ一生懸命走ってだけじゃダメだっていうのが競技中に分かって、しかもオリンピック中に。そう、そうですね、そういう方と走るのって初めてだったので、はい、それはやっぱり世界の、ロードレースっていうのを学びに行かないと、そんなおこがましくその表彰台に立ちたいとか言えるような立場じゃないなってその時思いましたね。もう行った時はどうでした？いや、びっくりしましたね本当に言葉も喋れないで行ったので、本当になんか全てが新鮮で、やっぱり一生懸命やってものを伝えたいっていう気持ちがあれば伝わるってことも教えてもらえたし、日本の良さも逆に分かったりとかやっぱりしたり、いろんな面ですごい勉強させてもらえた場所ですね私の。今回、沖さんは初めて開催されるクリテリウムのチーム監督として大会に参加しました。そのチームメンバーでもある村上義弘選手、そしてロードレースの別府文幸選手にとって、沖美穂さんはどんな風に映っているのでしょうか？何事もこう、ね、先駆者というのはね、そのいろんな苦労があるやろうし、まあ、そういうところを自分で切り開いていって今の、ね、自転車界、日本の自転車界あるやろうし、まあ、そういうところはすごい尊敬してます。いろんな海外の、ね、自転車先進国のそういう、こう考え方とかどん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 日本に取り入れてもらって、はい、今後日本の自転車界が発展していってくれればなと思いますけど、はい、いつも面倒見てもらって姉貴みたいな感じですよね、はい、でもそうですね、そのやっぱりヨーロッパで美穂監督が培ったそのノウハウっていうのは本当にすごいもので、やっぱり言葉もできるし、もう英語もイタリア語もできるし、だからもうそこでのアドバンスっていうのがすごいでかいんですよね。だからこれからもっともっとそのね、可能性っていうのを伸ばしてもらって、もっと伝えていかなきゃいけないのかなっていうのはありますね、沖さんを通して、はい。ヨーロッパのプロのチームに入られて、はいはい、こう日本とその日本のアマチュアとその違いっていうのはどういった？私の印象っていうか感じたことは、はい、やっぱりそのプロで走る、もちろん一生懸命走るのが基本ですけれども、
その中でやっぱりあのそれぞれの役割、エースとアシストとか、はい、普段一緒に生活していったり、はい、あとレースのない時にファンの皆様方にした、あのきちんとした対応をしたりとか、はい、あの笑顔とか、うん、そういうのをやっぱり日本では私あんまり笑わなかったので、はい、ヨーロッパに行ってやっぱり笑うっていうことがを教えてもらった、うんうん、そういうところがやっぱりプロは普通にできないといけないですし、応援もしてもらわないといけないので、ファンの方に、はいはい、あそのもうファンの皆さんのこう接し方もプロの一つ、はい、そうですね、そういうのでやっぱり私たちのチームは罰金もありましたから、うん、きちんとしたあの対応しないと罰金っていうのもありましたから、はい、やっぱりそこはやっぱりプロなんですよね、仕事の一つ。今度あの女子競輪というのが始まるってこう発表されたんですけど、はいはい、私実はあの自転車始めた時本当は競輪選手になりたかったんです、はい、あ、そうなんですか。でも自分の時代には、始めた時代にはそういう話は全くなかったですし、トラックのレース自体も年に数回しかなかったので、やっぱり続けていくっていうのがすごく難しいし、評価される場所がなかったので、はい、ロードの方が可能性あるよっていうあの監督に教えていただいて、ロードの方にたまたま進んだだけなんです、きっかけで。じゃあその今沖さんがそこに立ってたら、はいはい、絶対やってました。すぐヨーロッパ行かずに、すぐすんなりそういう場があるんであれば、はい、もうそれに向かってやってたと思います。今年のオープンレース女子の部では、ガールズ競輪でも活躍している石井寛子選手も参加しました。女性の自転車競技の第一人者でもあった沖さんの存在は、石井選手にとってどんなものなのでしょうか。沖さんはロードで、自分はトラックなのでやっぱ接点ないんですけど、やっぱり憧れの存在というか、うん、オリンピック出てらっしゃるし、すごい人です、はい、こうすれば出れるとか、どんな練習をしているとか、すごいためになる話が聞けました。日本人でも海外で勝てるという、はい、証明されているので、はい、とても心強いです。あのイタリアに今コーチ留学、はい、それが新しい目標。そうですね、自分があのやっぱりいろんな方に支えていただいて、うん、あのできた選手時代でしたので、はい、それをやっぱり貢献って言ったらちょっとあれですけれども、はい、なんか還元できるような仕事がしたいってずっと思っていたので、うん、それができるように今勉強中です。では最後にですね、あの沖さんの背中を追いかけている自転車競技やっている選手の皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、あの恐れずにあの一生懸命やればできる、ただ自分の気持ちだけなので、本当にまっすぐ頑張ってやってもらいたいと思います。応援してます。